こんばんは。 B リーグチェアマンの島田真二です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜夜に更新しています。ちょっと今ね、喋り方といいますか、入り方をちょっと今考えながら入ったんですよ。突然ですけど、まあ夜じゃないですか。これ9時ぐらいですよね。まあいつでも聞けるんで、夜に限らないんで、こんばんはなのかっていう気もするし、今あまりテンション高すぎてもね、ちょっとうざい感じもするし、低すぎてもね、ちょっとなんか元気なくなっちゃうなーなって。でもこのメディアはこういつでも聞けるからいいから、その瞬間どこで聞いてるかによって変わるから、どんな感じで言ったらいいかなっていうのは一瞬、もう10何回目にして18回目にしてちょっと一瞬迷ってしまいました。いろんなシチュエーションを想像しながら。そうね、うん。ちょっとこれからいつもこう同じテンションの時はこれから少し変えますよ。こんにちはとか、おはようございますとかね。ちょっとそれに意味があるのかって言ったらそれまでなんですけど、そんな感じでいきたいなと思います。で、おはがきをまたいただいております。実はまた2回目の方ですね。先だって2回目だと今だと記憶してるんで2回目ですって振りますよって言ったら、早速2回目の方がまた来ていただきました。岐阜の和弘さん、ありがとうございます。B リーグのクラブライセンス、そのいわゆる B2、B1 とか B3 とか、そのライセンスですね。その基準を判定している B リーグのライセンス事務局っていうのがあるんですけど、そこの方をお呼びして、それぞれのその基準クリアしているのはどういうことかとか、B3 の細かい基準はどんな風になってるのかみたいなことをもう少し聞いてみたいなと。いわゆる我々のスタッフから誰か呼んでくれませんかみたいな話ですね。そこで、お声がかかってますので、どこかでもう個人名まで出てるんで、勝井さん、ライセンス事務局の勝井さんをですね、この方以前に鹿児島に住んでて、鹿児島レブナイズが少し大変な時にリーグから勝井さん担当者がもう住み込んでですね、クラブの危機を救うためにもう本当に奔走したんですよ。その方の存在を知ってるようなことが書いてあるので、非常にレブナイズの苦しいところも、B3 の大変さとか分かっている方で、その辺のところちょっと聞きたいということなんで、ちょっと機会があればお呼びしたいと思いますので、よろしくお願いします。そういうことで今日はですね、また年明けてガンガン出張行ってますんで、その出張シリーズ、山口、岡山、大阪、3本立てでお届けしたいと思いますね。早速では、島田のマイク、スタートです。B リーグチェアマンの島田真二です。島田のマイク。1月の27日に山口に行ってきました。山口ペイトリオッツ、幕末の志士、長州ですね。というところからのエピソードです。名前が付けられてますけど、山口行ってきました。で、いろいろその、自治体の方とかスポンサーの方とかたくさん会ってきたんですけど、本当こうまだ立ち上げたばかりで出来たてほやほやですよ。もう赤ちゃんですね、もう人で言ったら。で、オフィスも事務所ももう何もなくて、机があってパソコンがあってモニターがあるぐらいで、何もないっていう状態で、今まさにここからスタートするっていうようなクラブを回ったのは初めてですね。で、何がここのすごいところかというと、もともと埼玉ブロンコスさんですね。埼玉でいわゆる BJ リーグの創設メンバーであり、長きにわたってバスケットボール界で非常に頑張ってこられた成田元社長が、ひょんな縁から山口の方からお声がけがあって、縁の話で言うと、その埼玉ブロンコス時代に応援してくれてた人が山口の方で立ち上げるということになって、でちょうど埼玉ブロンコスを卒業するタイミングでお声がかかって、とはいえもう20年以上もバスケット界でもう本当に苦労されてきてるんで、普通に言ったらそれも見知らぬうちの山口ですからね、行かないと思うんですけど、縁を大事にするというか、散々ブロンコス時代物心両面のご支援をいただいたという中で、そういうことであればということで一念発起一緒にやられてた斉藤さんという方と2人で山口に移り住んでゼロからクラブを立ち上げるっていうところにチャレンジして今やってると。で本当に何の欲もないし、ひたすら世話になった方に報いたいっていう思いだけでやってるんで、本来クラブ経営っていうのはその地取りがあるんで、その地域にいる方が立ち上げた方が、このオラが町を盛り上げましょうみたいな話でこう地元の経済界とか自治体の人たち盛り上がるんで、やっぱ外から来る人よりもやっぱ中でやった方がいいんですよ。でそれは全く外じゃないですか。でも全然関係ないわけで、来たこともないぐらいのところからスタートして、それなのにやっぱそこのピュアなところが見えるんで、その山口の、宇部市ですけどね、ホームタウンね、宇部市の自治体の方も、宇部興産さんとか、大きな会社さんありますけど、レノバさんとかね、は山口市の方にあって、そことはちょっとまた少し距離のあるところにホームタウンを構えるんですけど、いろんな方たちと私も短い時間で会いましたけど、ものすごい受け入れられてて、応援しますっていう感じのことをもう明確に言っていただきましたね。ですから何もないですけど、そういう方たちのご支援が本当に集まったら面白いなと。やっぱこれ見てね、この成田社長の欲がなく恩義に報いる、バスケを愛するみたいなキーワードだけで、人を引きつけてる姿を見て、結構感動しましたね。私よりももう10ぐらい上の人生のとも大先輩なんですけど。でそこで一つ成田さんがなぜすごいか話で言うと、私が昔ね BJ リーグから NBL に抜けた時に、脱退をする時に、当然のことながら BJ リーグに成田さんもいらっしゃったんで、当時はね、なんだというようなことを世間から言われてたわけですけど、でも成田さんはあれですね、自分たちもそういうところから抜け出て BJ リーグを立ち上げたメンバーにもかかわらず、私がそこの抜けるっていうのは普通だったら何なんだとお前はっていうことになるじゃないですか。そういうところから作ったのに、そこで生まれたのにもう出るのかということでなるんですけど、もうそういうところはもう寛大で頑張ってくださいみたいないう優しく声をかけていただいた数少ない方で、心広き成田さんをぜひぜひ山口の皆さんは応援していただきたいなと思います。そしてその足で次の日にですね、トライフープ岡山に行ってきました。岡山は、ちょいちょい行くんですよ、私。岡山城好きなんですよ、私。城マニアなんで。日本中の城と神社は行き尽くしてるんですけど、その中でもベスト3に入るぐらい岡山城は好きで、後楽園とかでぼーっとしてるのが好きでですね。で、四国も行けるし、広島とかも行けるし、倉敷とかもそうだし、神戸とかもすぐ近いし、実は、城崎とか上の方に行けば行けるし、その辺って場所もいいんですよね。で、晴れの国って言われてるぐらい天気がいいんですよ、あそこ。岡山って。だから、冬なんて雨なんてもうめったに見ないぞということで、基本的に桃太郎じゃないですか。桃太郎ブランディングですけど、桃太郎空港っていうぐらいですからね、空港は。でも、実は晴れの国で推してるんですよ。もう本当にカラッとした青空が綺麗なところなんですよ。で、行ってきました。で、実は私、お会いしたことない社長だったので、トライフープ岡山さんのね。で、中島社長どんな方かなっていうことですごい興味持っていったんですが、元選手で、7年、8年前かな。スクールを立ち上げて、バスケットをする子供たちに少しでも貢献したいってことでスクールを立ち上げて、で、その数年後に 3x3 のチームを立ち上げて、で、その後に、ある種満を持して、昨シーズンから B3 に参入して、で、参入した初年度でいきなりコロナで中断をして、苦しみながらも今2シーズン目がスタートしたと。そんなクラブなんですけど、なかなかそのスポーツがそんなに盛り上がってる市ではなかったということなんですが、サッカーも含めてですね、バレーボールとか他にも卓球も出てきて、バスケということで盛り上がりつつあるというふうに聞いてますけども、堅実にここまでやってきて、もともと薬剤師さんなんです。すごいですよね。薬剤師さんが社長も兼務してるという。薬剤師のお仲間がたくさんいて、薬剤師ネットワークがあると。みんなで応援しているという状況です。で、私もこの岡山でも短い時間でスポンサーさんをいくつか回って、知事、市長、メインスポンサーで講演をしたりとかってもうびっちりまた激しくやったんですけど、まあどこに行ってもですね、この中島社長がみんなから慕われてるんですよね。いや、この人、なんかしないけど応援しちゃうんだよな、みたいな。まあそういう魅力が、私とは全然タイプ違いますね。私はどっちかでグイグイ行っちゃう方ですけど、もう全然グイグイ行かないんですよ。もうソフトなんですよ。お願いしますとか、わーとかっていうタイプじゃないんですけど、なんでしょうね。そういう地元を盛り上げていきたいって思いが伝わるんですかね。どこ行ってもこの人がいるから応援するって感じでしたね。で、メインスポンサーの岡山松田さんなんかは、今胸スポンサーやっていただいても、それも1回のロータリークラブかなんかの講話に行って、中島社長が、その、地元を元気にするためにバスケを通して、うんぬんかんぬんっていう講演をして、その数十分の講演で、ビッグスポンサーをもうゲットしちゃう。すごくないですか？そのぐらい、なんだろう、ひょうひょうとしてるんですけど、まあそうやって人を引きつけて、もう応援したくなっちゃう。まあこれは才能だなと思いますね。このスポーツクラブ運営の社長って、やっぱりトップセールしなきゃいけないですよね。一般スタッフも頑張んなきゃいけないですけど、やはり社長が自ら稼いでいかないといけないっていう状況にあるんで、その能力は非常に重要で、まあこの今コロナで苦しい状況でも売り上げを伸ばしてますし、B3 でも2億以上、まだね、スタートしてばかりなのに売り上げてるんで、おそらくこれから少しずつ大きくなっていくポテンシャルを十分に秘めてるクラブだなということで、期待をしていきたいと思います。で、その後、2月4日に大阪エベッサに行ってきました。大阪エベッサは、久々に、全くもって1日島田塾オンリーという、久々でした。大体、社員の勉強会、自治体、スポンサー周りで講演とか、なんか、大体ぐわーってびっしり入るんですけど、この大阪は、本当に数年前に私がバイシェアマン時代に、島田塾オンリーで全国行脚してた時を、彷彿させるような感じでした。朝から夕方まで社員の方たちを集めていただいて、会議室を取っていただいて、そこに皆さん集まってて、40何人いましたね。45人ぐらいなのかな。すごいですね。多分最大じゃないですかね。B リーグ、社員数。まあ明らかにトップクラス。こんなにいるんだと思って。私新幹線着いて、そのままタクシーで移動して、着いて、もうギリギリだったんで、着いて上がってそのままマイクで喋ってたっていう。もうお茶も飲む時間もなく、着いた瞬間にみんないるんで、待たせちゃ悪いと思って、そのままもう登壇して、そのまま喋り始めて、6時間ぐらい喋り続けたっていう。まあ、休憩はありましたけど、まあ、全部で6時間ぐらいかな、やってましたと。で、まあ、今回、その基本的に私が出張してるっていうのは山口もそうですし、岡山もそうですし、この大阪さんもそうですけど、全部ニーズがあって言ってるんですよね。いつも言いますけど、あれやってこれやってて、私、島田真二をどうか使い倒してくださいということで、メニューを私これできますこれできますってメニューリストからみんなピックアップして、私を自由自在に扱ってもらってて、その通り私は動いていってるっていう感じなんですけど、大阪エベッサさんはもう一番フィーチャーしたかったのは集客です。将来構想で4000人とか売上12億とかアリーナって話ありますよね。で、大阪さんは売上も B リーグクラブの中でもトップクラスなんで、もうそれはクリアしてるんですよ。で、まあアリーナのことは今努力をすると思いますけど、集客が一つの課題と。といってもコロナ前は3000数百人いってるんで、4000人が遠いわけではない。で、かつ、あれだけの演出してるじゃないですか。演出も B リーグのトップクラスだと思うんです。で、社員も多い。売り上げも高い。で、お客様もある程度入ってる。で、チームの成績もある程度いいと。だから、そんなところに、今更私が何かできることはあんまないんじゃないかなと思いながら、とはいえ、その集客をどうするかっていう課題に、改めてね、今、コロナ禍だからこそ、今このタイミングで、じっくり会社としてそこに向き合って、アフターコロナでちゃんとしっかりお客さんが入るようにしていく準備をしていきたいということもあって、集客中心。とはいえ、スポンサー獲得においてのいろはというか、どうやってお客さんを口説いていくかみたいなところの話はさせていただいてきましたね。でも、やっぱ質問出ますね、よくね、皆さんからね。ジェッツの時どういう、この辺はどうしたんですかとか、そのテレアポする時にどんな風に喋ったらたまたま出てくれた社長さんは最後の話聞いてくれますかねとか、私も社長なんでこういう風なのもう切っちゃうし、こういうんだったら最後まで聞いちゃうとか、なんかそんなもう細かい話までやってましたね。ご自身の経験からずっといつもそう喋られると思うんですけど、うん、それをこうなんか喋っているうちに新たな気づきとか、島田さん自身のこう新たな積み上げってあるんですか？そうですね、私の新たな気づきというよりは、まあ、ほぼほぼ私の引き出しの中でもうずっと走り続けてるって感じなので、でどの引き出しを使う方が皆さんにとって響くかなとか、興味持って聞いてくれるかなって、別にバスケットの話とかジェッツの話だけじゃないんで、今までの経験とか、その今まで日本で流行ったサービスとか、そういうことを全部ネタとして持ってるのをいろいろこう小出しに使いながら皆さんにお話してるんですけどね。はい、ということで3点いってまいりましたが、まあ、またすぐ新たな出張が今控えてますんで、また改めて報告したいと思います。島田のマイク。ではそろそろエンディングの時間です。島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受付しております。私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、何でも構いません。宛先は概要欄に載せております。あなたからのお便りお待ちしております。今日もちょっと一気に3つのクラブ話しすぎちゃいましたんで、エンディングは短めにいきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。島田のマイク、ここまでのお相手は B リーグチェアマンの島田真二でした。さよなら。